楽しい夜ですね、若狭湾ね。若狭湾の幸が並びました ね、こりゃ豪華絢爛ですよ。極めつけはアワビです。皆さんこんばんは。今回は前回に引き続き大玉さんとともに漁港で夜釣りをします。おいしい夕飯を食べた後ちょこっと釣りをしようじゃないかというノリです。夕飯のお刺身がとてもボリュームがあって、イカのお刺身が数切れ食べきれなかったので、このまま捨てるのはもったいないと、通常のアジングタックルにイカをつけて釣りをすることになりました。普段とは一味違った釣りスタイル、どうぞご覧ください。当たりがあったみたいですね。残飯フィッシング、果たしてどうなんでしょう。ちょっと映りが悪いかもしれませんが、綺麗かもしれないですね。合わせましょうか。はい、お願いします。お、お、なんか来た。何何何、カサゴじゃないですか。これは結構いいサイズですね、これ。イカ、イカ、イカはやっぱり効きましたね。これが噂の残飯フィッシングベッターついてますよ。うおー、ガッシーちゃん来た。やっぱりね、目玉付きジグヘッドにイカ、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 イカです。大玉さん、これいいんですか。これはね、やっぱね、楽しまないといけないんで、何でもね、やってみるって。そうですね、はい、何でもやってみる、そして徹底的に楽しむと、そういうことです。はい、別にワームでもこいつは食ってきたかもしれないですけどそうですね。でもイカでね、残飯フィッシングというところにね価値を見出せるかってことですね。はい、はい、ありがとうございますまだこのイカ使えますか、ね、まだまだいけそうですね。来ました。おっと、なんか来たみたいです。なぜかここへ。小さい。当たりが小さい。小さいですか。合わせていいのかどうかちょっと、ね、瀬戸際。あ、来ました。はい、テンション抜いてあげて、待つ。ダメだ、これは完全に潜られてる。潜られたか。出た、あ、出た。ガッシーちゃん、あ、ガッシーか、ガッシーちゃんですね。おっと、でもガッツリ食ってますねこんな小さいのにカッと止まりましたからね。やっぱり根魚はファイターですね。そうですねイカ釣れますね。やっぱいたらもうすぐ当たってきよる。うん、これからザームス来てます。餌なんでね、ある程度食わしてからの駆け引きがあるんですが、これがおあれですか。お、いいサイズですこれ。うわ、でかパンパン、すごいわ。このサイズって言ったら面白いでしょ。ちょっと測ってみます。これで何ぐらいですか。2センチぐらいですね。ちょっとぐらいですね。ジャスト2センチぐらいですかね。ああ、これでかいわ。お腹パンパンですね。残飯食ってるんじゃないですか、これ。残飯食ってますね。いや、ずっしり。昼間もなかなか出なかったですね、このサイズ ね。このサイズはね。それを今ね、これが2ポンドぐらいのラインでやってますからね。イカ優秀ですね。ずっとこの餌で、これで出てますね。お刺身、若狭湾の幸で釣れた笠原です。お腹パンパンですね、本当に。パンパンですね。これ見てください。はーい。はーい。うーわ。
構いいサイズですね、これね。マシャちゃん、いいサイズですよね。そうですね、落としたやつが、こんなにいいのかな。このサイズ。来ましたね。美味しいでしょうね。はい。タコは来ましたよ、タコ。3.5g ジグヘッドにフェネッククローというワームでタコが来ました。あれですか、はい、でかでか楽しい夜ですね、若狭湾ね。これが若狭湾ポテンシャル。さあいかがでしたでしょうか。ライトルワークフィッシングチャンネルでサ釣りなんてありかよと思われる方もいらっしゃったかもしれませんが、こういった楽しみ方もあるんじゃないかなと思い、一つの釣りスタイルとしてご提案させていただきました。あなたも忘年会など海が近くの旅館に泊まった際は、ぜひこの方法を一度試してみてはいかがでしょうか。どうでしたね。